電気ですサウンドスイッチを分かりやすいよう内部の動きを模型を使い解説しますサウンドスイッチとは照明を2箇所で制御するためのスイッチですよく使われるのは階段の上下階や廊下などに使われています こちらは照明器具に見立てたパイロットランプをサンロスイッチ2つを使い制御しています。では実際に動かしてみます。このようにサンロスイッチ2つを使い2箇所での 入り切りの制御が行うことができます。欠線を見ると、片切りの時よりもさらに複雑には見えますが、同じように制御したい照明やコンセントの配線を付けたり離したりしているだけです。3路スイッチの裏側を見てみると、こういった形で記号が書かれています。こちら側には0番と書いてあって、記号だと繋がっているように見えます。 こちらの方は1番と書いてあり、0番と実線で繋がっています。こちら側は3番と書いてあって、0番とは破線で繋がっているように見えます。わかりやすいよう模型を使い説明していきます。内部はこういった接点の構造になっています。 片切りスイッチと同じように左側に倒しているときにはこういった形で0番と1番がつながっているようになりますこれをスイッチを一回押すことでこういった形で切り替わり今度は1番が切れて3番とつながる こういった動きをするのが3路スイッチになります。スイッチを押すと1番。もう一度押すと3番。こういった動きになります。電気の流れがわかりやすいよう、血栓を省いて模型を接続しています。こちらは今、接続がわかりやすいよう片方のスイッチは反転させています。 こちらの接続は1番と3番がクロスしてしまっていますが、3度の動作には影響はありません。今はブレーカーから電源側が来て、0番、1番を通って切断しています。ニュートラ側も同じように、今は配線が離れている状況です。スイッチを操作して、 こういった形で配線自体がつながりました。これで点灯します。もう一方のスイッチを操作すると、こういった形で切れます。逆側を操作します。これでつながり、また操作すると、こういった形で切れます。 これが3路スイッチの仕組みになります。3路スイッチには三芯の配線が来ていると思っている方も多いと思いますが、そうでない場合もあります。こういった形で、片切りの配線が来ているところに、もう一本、3路の渡り線が来ています。こちらで3路を組む場合もよくあります。 次はこちらを紹介しますこういった形で本来は2芯の片桐配線のところに3芯の配線を渡すことで3路スイッチを組むという方法がよく使われていますこのことから片切り配線のスイッチがついている場所に3芯の配線を渡すことができれば3路に 切り替えることができるということになります。わかりやすいよう見やすくしてあるので配線経路を目で追ってみてください。ブレーカーから電源側が来て1番を通り1番でまた戻っています。こちらでボックス内でジョイントをかけこの返り線がパイロットランプに行っています。 実際にスイッチを動作させてみます。これで切れて、これでまたつきます。で、こちらで切って、またこちらでつけることができます。こういった方法もよく使われています。サンロスイッチは片切りスイッチとしても使用できます。 こういった形で片方の曲だけを使う場合には、片切りスイッチとして機能します。商品によっては、片切りスイッチが出ておらず、サンロスイッチを代用しなければいけないものもあります。また、片切りスイッチの場合には、このように表示がついていて、右に倒すとオン、左手 倒すとオフと決まっていますが、三路スイッチの場合には動作状態が入れ替わるため、そういった表示がありません。なので、こちらの方が見た目がいいということで、片切りスイッチの場所も、こちらの三路スイッチを使ってくれという指定の場所もあります。動画が参考になりましたら、ぜひとも、 高評価、チャンネル登録をお願いいたします。コメントの方もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。